はい、本日はですねこちらの水サーダウンを紹介していきたいなというふうに思います。でですね、先週ぐらいにこの水サーダウンを買いに行ったっていう動画出したんですけど、まあ、何を買ったのかっていうのはその時に明らかにしてなかったので、まあ、今日この動画で明らかにしていくんですけども、まあ、よく知ってはる方からしたらですね、これパッと見た瞬間 あれやんってなると思うんですが、これ水サーダウンのマウンテニアというモデルになってて、まあ、一応水サーダウンっていうのがデサントっていう野球とかあるじゃないですか、スポーツメーカー、水泳とか、でそれ のブランドが出してる、なんていうんですかね、水沢工場で作ってるダウンジャケットだから水沢ダウンって言うんですけど、まあ、そのダウンジャケットの中でも何種類かあって4種類ぐらいあるうちの一番、まあ、スペックとしては高いスペックのモデルを今回購入して、まあ、どうせレビューするんやったら一番高いスペックがいいでしょうということで、まあ、マウンテニアを購入しました。でこのダウンジャケットはですね、もう本当にあらゆる問題、ダウンのあらゆる問題っていうのを解決してて、まあ、それが何なんかっていうと、やっぱダウンジャケットってね、水に弱いっていうのはもう昔からずっと言われ続けてて、唯一水だけに弱いんですわ言うて言うてたんですけど、その水にすらもうとうとう勝つようになったんで、水にも負けない。そしてさらにこうどうしても冬のアウターってこうモコモコしたり大きくなったりするじゃないですか。でモコモコしやすいのあるんですけど、やっぱりさすがスポーツメーカーが作ってるから結構すっきりしてるし、動きやすく作られてたりとか、まああとそれ以外にやったらダウンってこう着てんのはいいけど街中で着るにはめちゃくちゃ暑いってなるじゃないですか。でそういうのも考えられて作られてたりとか、まあそれは10万出したらここまでのスペックあるでっていう感じだと思うんですけど、まあ、そういうありとあらゆる問題っていうのを解決するようなダウンジャケットになるので、まあその紹介っていうのを今回今日はしていくんですけど、まあ、流れとしてはですね、まあ、一応こういう、今言ったような感じの特徴っていうのを、まあ、もうちょっと細かく話していって、その次にはデメリットですよね。まあ、いくら10万のダウンやから言うたってやっぱデメリットあるし、30万のダウンだってデメリットあるし、まあ、何でも物ってデメリットが絶対あるじゃないですか。だからまあデメリットを話して、その次におすすめの人ですよね。じゃあこのダウンを買うべき人っていうか、これ持ったら絶対いいやろうなっていう人って誰なんて言われたら、あの人ですっていうのがあるので、まあ、そういうところのお話をして、でサイズ、最後にサイズ感ですね。サイズ感を見てもらいたいんですが、一応、まあ、僕だけのサイズ感で分からへんという方は、その先週出したレビューじゃなくて買い物動画の時に、店員さんも着用したりとかしてるので、まあ、それを見ながら、あサイズ感こんなになってんねんなっていうのを見てもらったらいいとは思うんですけども、一応まあ僕はこれは L サイズを購入してるので、まあ、それの紹介という感じにはなってますということで、まあ、最初にはっきり言うとことですね、これはもうめちゃくちゃ高スペック で高品質なんですよね。もう全部が日本の工場で完結してて、岩手県の水沢っていうところなんですけど、まあ、僕それについてはもう細かく以前動画出してるので、もうこの動画ではもうちょっとこう街中でどう使えるんかっていうところをメインで喋っていくので、まあ、機能性知りたいとかそういう歴史的背景知りたいという方はその下に動画説明欄に動画貼ってるのでそれ見てもらえればわかるんですけど、まあ、今日のこの動画はこれを実際触ってみて、じゃあどういう感じで使えるんかっていうところの話をしていきたいなと。これ何回言ってるのかわかりませんが、そういう感じで話するつもりなんで、まず最初に特徴いきたいなと思います。最初がですね、防水であるというところなんですけど、これがですね、生地のパッて見てもらったら結構マットな質感で、完全防水のダウンジャケット意外とないんですよね。それこそまあ街中で人気のダウンジャケットっていっぱいありとあらゆるダウンジャケットがあって、それこそ例えばカナダグースとか、あとまあノースフェイスとか、あとまあウールリッチとか、まあ、ナンガとか、まあ、なんかそれぞれあるじゃないですか。でまあ結構まあ上げ出したら聞いてないんですけど、大体がほとんどが防水じゃないんですよね。でまあそれは仕方なくて、まあ防水じゃない理由っていうのは、もちろん生地が防水の生地使うとお金が高くなるっていうのもそうなんですけど、まあそれ以外にやったらやっぱどうしても縫製でね、穴開けちゃうので、穴開けるとそこからやっぱ水が入ってくるっていうことがあったりするんですけど、もうこれに関してはもう完全防水だから、もう雨降ろうが雪降ろうが関係ないっていうことになってるので、まあ最初も言ったみたいにダウンってどうしてもこの中に入ってる綿があるんですけど、綿が濡れちゃうとちょっと残念なんですよね。力が発揮できなくなるので、なんか昔漫画とかでもランマ2分の1ってなんか濡れるとなんか水やったら男になるか女になるかで、お湯やったら男になるか女になるかってなんかそんなあるじゃないですか。まあ、そんな感じでこれ濡れちゃうとダウンはちょっともう一気にこう低クオリティというかあったかさがなくなるけど、乾いてるうちはめちゃくちゃスペックが高いっていう状態なんで、まあ要は濡れてない時、要は乾いてる時っていうのは、まあウルトラマンでいうとこの活動状態なんですけど、濡れちゃったらもうウルトラマンの3分過ぎちゃった後みたいになっちゃって、もうあと帰るしかないっていう感じになるので、まあその例えが分かりやすいかどうか分からないんですけど、とにかくまあダウンは濡れたらあかんってことなんですけど、これに関してはもう全く濡れないということになってるので、結構まあどんな気候とか、まあ、どういう地域に住んでてもあんまり関係ない。特に日本ってやっぱ雨降ったりするの多いじゃないですか。でまあそれこそ東北の方とか行ったりしたら雪が多いとか、雪積もりますせとか、積雪ありますせとかって、大雪降りますとかってあると思うんですけど、まあ、そういう時とかでも全然気にせんと、まあ、着用できるっていうことになってるっていうのが、まあまず一つ目の防水っていうと
ところかなと思います。まあ、ちなみにこの防水っていうとよくゴアテックスって聞くと思うんですけど、まあ、これに関してはゴアテックスではなくて、まあ、日本のゴアテックスと言っても過言じゃない、まあ、東洋レイヨンっていう会社が使ってるんですけど、まあ、それについても以前動画で喋ってるので、まあ、その辺は割愛するんですけど、要はそれぐらい高スペックな日本の最新技術を搭載してるようなダウンジャケットなので防水ですよということになってて、じゃあ次の、ストレッチ性ですね、動きやすさっていうところになってくるんですけど、やっぱダウンジャケットってそれこそ最初言ったみたいにこうモコモコしててちょっと動きづらさってあるじゃないですか。だから車とかに行ったりして乗ったりしたらなんかこう思ってるよりゴワゴワすんなみたいなってあると思うんですけど、これもともと結構すっきり細めに作られてるので、後で着用動画見てもらうんですけど、あ結構細いやんっていう感じになってて、まあそれが前見る人が見ればちょっと今っぽくないっちゃ今っぽくないんですよ。で、まあ、逆にすっきり着たい方からしたらめちゃくちゃいいと思うんですけど、まあそういう感じで細いっていうことになってて、ただ細いだけじゃなくて普通って細かったら次突っ張るじゃないですか。こう前とかにテープあって出したりとかして、まあ、ハンドルとかでもこう握ったら背中のとこピンピンに突っ張るってあると思うんですけど、これはそういう細さもカバーするために生地が伸びるんですよね。だから生地が伸びるように考えられてて、ストレッチ性があるのでいくら細く見えてスタイリッシュに見えるけども動きやすさもちゃんと担保してくれてるっていう、まあさすがこの価格帯まで出さなできひんようなあの機能がちゃんと搭載されてるっていう感じにはなってるかなと思います。普通多分細く見えるのと動きやすさってほんまイコールになってなくて、むしろ逆なんでどっちを取るかっていう感じだと思うんですけど、まあ、これに関してはすっきりも見えて細くも見えるのになおかつ動きやすさもあるっていう、まあ、両立をしっかりしてるっていう、まあ、その辺は特徴的になるんかなというところになってて、で次がですね、まあ、ダウンといえば抜け毛ですよね。こう普段買った時はいいけども、なんか使ってるうちにめちゃくちゃなんか抜け毛あるやんとか、セーターにめちゃくちゃ毛抜けてついてるやんとかっていうのはあると思うんですけど、まあ、これに関しては抜け毛がないということになってて、なんで抜け毛がないのということになると、もう縫い目がないんですよね。だから縫い目がないっていうことがどういうことかというと、まあ一応厳密に言うと縫ってる場所はあるので縫い目はあるんですけど、大部分っていうのはほとんどシームレス、要は縫い目がない状態になってるので、まあ、こういったところからは全然抜け毛がないですっていうことになってるので、もう今のダウンをしっかり外に逃がすことなく使えるという感じになってるので、あんまり抜け毛っていうのは気にせんでいいんかなと思うんですけど、それは細かく言うとこの縦のステッチとかはあるので、やっぱりこういうとこから抜ける可能性とかはあるんですけど、普通のダウンに比べると圧倒的に塗ってる箇所が少ないので抜け毛の心配っていうのは結構まあまあそんな線でいいんちゃうかなというふうに思います。まあ、全くないかと言われると、まあ、多分ちょっとあると思うんですよね。やっぱ塗ってる箇所があるので、やけどまあ普通のダウンに比べるともう圧倒的に少ないって思ってもらってもいいんじゃないかなというところがまあ特徴かなと思います。で次がですね、まあ、通気性になってるんですよね。ダウンジャケット着てて12月とかのめちゃくちゃ寒い時、1月とかがいいんですけど、なんか2月の終わりぐらい着てたらなんか今ダウン着てたら暑いなみたいな、やけど外出た寒いなっていう一番中途半端な時あるじゃないですか。そういう時でもこれは使えるように考えられてて、まず一つ目考えられているところっていうのはこの脇の下のベンチレーション、ちょっと暑いなと思ったらこの脇のジップをヒュッて上げてあげることで、ここが中がメッシュになってるんですよね。だからちょっと暑い空気とかがさーっとこう脱げていってくれて、まあ、僕よくこれ言うんですけど、サウナの水風呂状態ですよね。蒸して蒸して暑くなっても脇のとこにもうめちゃくちゃ汗かいてくるでっていう瞬間にこのジップを開放してあげることで、まるで水風呂に飛びとまるで水風呂に飛び込んだのごとく気持ちいい状態というか解放されるっていうことになってるので、まあ、これは結構ありがたいんちゃうかなと思います。だから、まあ、ベンチレーションが1個ついてるっていう、あんまりダウンジャケットでは見ない形、結構アウトドアメーカーとかもいろいろダウンジャケット出してるんですけど、それこそあんまりベンチレーションついてるダウンジャケットってほんま数えるぐらいしかないんちゃうかなというふうに思います。で次がですね、この前にも実はメッシュがあるんですよね。まあ、普通の形であればこういう感じでもう全く雨とかが入ってないような仕様で止めることができるんですけど、実はジップが2箇所あって、このジップをかける場所っていうのがですね、内側と外側があるんですね。で外側で締めると完全に生地とか防水になってるし、あとチャックも止水になってるので全く水が入ってこないっていう、まあ、これが普通の設計になってるんですけど、次内側の設計っていうのがですね、この内側で止めるとなんかメッシュの生地がパッて見えるんですよね。これ何かっていうと、まあ、要は中にこう蒸れた状態で熱とかがあるじゃないですか。で脇の熱は確かに逃げて気持ちいいっていうか、まあ、ホッとするけど、このどうしても胴回りに溜まってる熱もあると思うんですよね。それをあえてこのメッシュの方を使うことによって真ん中から熱を逃がしてくれる、まあ、だから12月上旬とか、まあ、2月下旬とかの、まあ、暑いようで寒いみたいな時期あるじゃないですか。そういう時なんかはこういうあえて内側で締めることでこう常にメッシュの状態やけどダウンやからあったかいみたいな着方もできるので、まあ、このダウンジャケットが高いゆえんって多分今まで言ったような
感じのあらゆるシーンを考えられてるんですね。暑かった場合はこういうのがありますせって言えるし、あと天気悪い時はこういうことができますせとかもあったり、まあ、それ以外にもダウン特有の抜け毛とかっていうの心配じゃないですかみたいな、うちこんなんやってますせみたいな感じとか、あとまあ動きにくさとかってありますよねみたいな、それは私らスポーツブランドやからこんなもんやらせてもらってますと言わんばかりの、まあ、そういう機能っていうのが、まあ、今ざっと言うという感じの、 あの機能になってるので、こういうところがあるんですよね。まあ、ちょっと一回着てみましょうか。まあ、あとそれ以外にやったらこの首元のところにはしっかりなんていうんですかね、こうナイロンが地肌に当たらないようにこういうなんかあのリブみたいなのもついてるので、こう首元を守ってくれるというか、まあそんな感じになってます。まあこれパッて見てもらったら分かるんですけど、結構細いですよね。ダウンにしてはすっきりしてんなという感じで、まあ後でサイズとか見てもらうんですけど、まあ結構細身な感じになってるっていうところで、まあいろいろ今まで言ったんですけど、特徴はそんな感じになってて、じゃあ次デメリットは何なんかっていうことなんですけど、今まで言ってたみたいに特に悪いことないんですよね。で抜け毛ないし、あったかいし、ベンチレーションとか着て湿気も逃がせれるし、動きやすいんやったら、え、何も悪いことないやんっていうことなんですけど、まず一つ目っていうのが、ちょっとやっぱりシルエット的には細いんですよ。だからいくらサイズを上げて上げて上げてしても、オーバーサイズみたいな着方はできないんですよね。まあ、なので本当にベーシックな着方をしはる方とかは全然いいと思うんですけど、今っぽい流行りの着方したいなってなってくると、あれちょっと細くないっていう感じのイメージになってくると思うので、まあ、こういうあまりトレンドに左右されないような定番アイテムを探しはる方はこういうのは全然いいと思うんですけど、まあ、結構それこそトレンドを追いたい方とかは、まあちょっとどうなんかなという感じでは思いますし、まあ、次のちょっとデメリットとしてはやっぱりシームレスですよね。この縫い目がないっていうのは長所でもあるけど、逆を見れば短所でもあって、まあ、何かっていうと、どうしてもこれって熱で圧着してこう生地と生地を引っ付けてるんですね。表の生地と裏の生地の間にダウンをこういっぱい入れといて、ガチンってこう熱で圧着してるので、この圧着してる部分に、要は何て言うんですかね、樹脂みたいなのを入れて圧着してるんですけど、この樹脂がやっぱり劣化とともに剥がれてくるんですよね。でもこれってやっぱ仕方ないことで、どうしてもこう無理やり引っ付けてるもんやから、例えばクリーニングの仕方であったりとか、経年劣化であったりとかっていうことで、やっぱ剥がれるっていうのは、これどうしても自然現象というか、誰が悪いとかっていうわけじゃなくて、いずれ剥がれちゃうっていうのがあったりするので、まあ、それは時期は例えば3年っていう人もいてれば、5年持つっていう人もいてれば、10年持つよっていう人もいてるんですけど、まあ、その辺に関してはやっぱ縫製は塗ってるので、確実に糸が破れない限りはずっとひっついてるんですけど、こういう熱圧着っていうのはどうしてもそういうところは仕方がないというところになってるので、まあ、高い値段出すから一生持つわけとかそういうことじゃなくて、高い値段を出すことでよりいろんな機能が備わってるっていうのが、まあ、このデサントの何だっけ、水サダムですね、ということになってるんかなというふうに思います。まあ、なのでちょっとデメリットとしてはその辺と、あともう一個としてはですね、やっぱ生産数が限られてる、これもめちゃくちゃこだわって今みたいに作ってるっていう話はしたんですけど、もう職人さんが一つ一つ手で作ってるんですよね。だから作れる限界量っていうのが限られてるので、そもそも市場に出回らないんですよ。だから、まあ、欲しいなと思っても気がついたらもう売り切れてるんですね、いつも。でそれはなんでかって言ったら、一つの工場でしか作ってなくて、その工場どこなんて言ったら岩手県の水沢市っていうところなんですけど、まあ、だから水沢ダウンって言うんですけど、まあ、それで、まあ、生産量がどうしても限られてるということになってます。まあ、なので、欲しいと思った時に結構なくなってちゃってることがまあまああるんかなというところでは思いますね。まあ唯一、まあ一番のデメリットはまあシームレスかなと僕個人的には思ってます。で次がですね、まあおすすめの人がじゃあどんな人なんかっていうことになってくるんですけど、まあ今言ったみたいにあらゆるシーンで着れるってことなんで、まあ、特に綺麗めな格好をしてはる方っていてるじゃないですか。特にサラリーマンの方とかそうですよね。普段は例えばこうビジネスとかでスーツとかジャケパンスタイルが多いから、どうしても綺麗めが多いけど、まあ、そういう時になかなか着るのがないとかってなったりとかするじゃないですか。で逆にそういうのをスーツとかに合わせようと思ったらコートばっかりやっちゃうと思うんですけど、コートはでも私服できひんねんなってなると思うので、まあ、こういうのやったら例えばスーツでも着れるし、じゃあ私服土日の週末はまあジーパン履くねんとかなった、チノパン履くねんってなった時とかスラックス履くねんってなってもこれは着れたりするので、まあ、普段綺麗めな格好もしてるしカジュアルもしてるっていう結構幅広い格好されてる方なんかはこれ一着持っておけば、そういうどっちのシーンでも合わせてたりするんかなというふうに思うんですけど、まあ、逆にカジュアル一点張りみたいな人いてるじゃないですか。普段から私服ずっと着てるんですとか、結構ダボっとした格好とか今みたいなオーバーサイズみたいな格好してるっていう人には多分あんまりハマらへんとは思うんですけど、まあ、普段からスーツで営業しててこう動き回る時とかにも着てるんですってなったりしたら、これは前開けた状態でスーツの上からパッて着ればこうストレッチも効いてるので、動きやすさもちゃんとあるし、暖かさもあるし、暑いと思ったらベンチレーション開ければいいし、で週末になったら私服でもこうやって着て、まあデートとかやったらこういう感じでロンティーに1枚パッて羽織ってあげるだけでも、ニットを着てあげるだけでもいいっていう感じになってるので、まあ、そういった方、よく綺麗めな格好するよっていう方なんかにはまあいいんちゃうかなという
というふうには思います。でそれ以外にやったらやっぱりダウンジャケットって防水のダウンジャケットでやっぱりさっき最初言ったみたいに少ないんですよね。数が少ないからもうよく雪降るとかよくまあ雨が降る地域に住んではる方とかやったらダウンジャケット1し2個持っとくのめんどくさいじゃないですか。普通の晴れてる日用と雨の日用って持っとくのめんどくさいからもうこういう防水のダウンジャケット1着持っておけばどんな天候でも着れるみたいな感じになってるので、まあ、そういった方なんかにはおすすめなんちゃうかなというふうには思います。まあ、なのでまあ逆を言えばトレンドを目指してる方とかトレンドを追ってはる方なんかにはちょっと向いてないかもしれないなという感じがまあ僕の印象ですね。で次がですねサイズ、最後はサイズを見てもらいたいなと思うんですけど僕は178-65で L サイズを着用します。まあ、何やったらもう1個上げてもよかったかなって思うぐらいな感じではあるんですけど、まあ、おそらくブランドの着方としては多分僕はやったら L サイズで着るのが多分正しい着方にはなってくると思うので、まあ、この中やったら例えばもうニット1枚しか着いひんとかロンティ1枚だけとかみたいな着方をして、まあ、これ上は羽織れば全然苦しくもないし余裕もあるような感じだと思うんですけど、ごつめのインナーパーカーとか着るってなってきたらちょっと腕周りがきついんちゃうかなとは思うので、まあ、実際 O は僕着てないんですけど L と M は着たんですね。 M はやっぱちっちゃいなと思ったんであのロンティ1枚でもちょっとこう動くときついやろなみたいな、こうやって普通に立ってるだけだと全然大丈夫なんですけどこうやって動いたりとかしたらきついなと思ったし、こうかがんだ時に腰のとこが見えるんですよね、地肌が。だけどこれ L やったら見えなかったんで、あやっぱサイズは L やなっていうことでジャストサイズやったら L っていう感じになってるんかなと思います。で一応サイズがですね結構これって最初、まあ、あの途中でも言ったみたいに生産数が限られてるっていうこともあって、なんかあのよく売り切れてるらしいんですよね。だから別に僕買わしたりとかは全く思ってないし、別にデサントの水沢の社員でも何でもないから、あの好きな買いたい方どうぞ買ってくださいって感じなんですけど、まあ、結構10月ぐらいからまあサイズ掛けがどんどん起こってきて11月ぐらいには完売してるらしいので、まあ、9月10月ぐらいで狙っとくっていうのもいいかなと思いますし、まあ、もし逃しちゃったらもう来年 の、 あの暑い時期8月とか9月ぐらいから販売、大体9月ぐらいから販売してるので、まあ、来年まで伸ばすっていう方も結構いらっしゃるみたいなんで、まあ、そういう買い方になるんじゃないかなと思います。まあ、なのでセールとかに絶対かからないので、どんだけ待っててももう待っても待っても一切セールにかからず毎年毎年待つ羽目になっちゃうと思うので、まあ、欲しい方は早めに買っとくっていうのがいいんじゃないかなと思います。でなんでなんそれはって言われたら生産数が限られてるからどうしてももう数が少なくてさばかれちゃうというかということになってるみたいなんで、まあ、気になる方はどうぞという感じになってます。まあ、なので僕個人的にはこのダウンジャケットが10万円が適切かどうかって言われたらまあどうかなっていうどっちでもないような感じはするんですけど、まああの世間一般的に見ると需要と供給のバランスで言うと欲しい人の方が上回ってるので値段やったらまだ 2,3 万上げても売れるのは売れるやろなと思うんですけど、まあそれが適正なんかどうかって言われたら正直僕は知らないですけど、まああの世間的にパッて見た時にやったらもうちょっと値段高くしても売れるやろなという感じはありますということになってますので、まあこれが一応水沢ダウンということになってまして、まあまあダウンジャケットはまだこれ9月なんで使っていかんとちょっとわからないんで、まあ、これから使っていってあどうでしたとか良くなかったです良かったですみたいな話はすると思うので、まずは最初購入レビューということになっておりますということになってますが、本日はですね、水沢ダウンのマウンテニアを紹介しめたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。